在東在南の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょう恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間がやってまいりました。4月も終わってしまいますよ。だからもうゴールデンウィークでしょ。そうです、そうです。楽しみ。というかトビちゃん常に動いてらっしゃいますもんね。はい。でもすごいこうそういうパワフルな人羨ましいと思いますし、でも自分にはないからこそ、いてくださることがすごいありがたいなって。言うとくけどあるから。ほんま？あるんです。はい、はい、今週も元気もりもりお届けしてまいります。ゲストは先週に引き続き日越優さんです。お楽しみに。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。 K.I. キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。覚めて忘れないで、右手の指の中に イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。ジャックス娘、今週はジュンとネネさんの愛するって怖い、聞いてください。頬に小さな泣きぼくろ、可愛い人よなぜ泣くの、あの人何も知らないの、私の愛
ネオンが灯る。今夜は酔ってもいいですか。あなたお酒が飲みたい気分、肩を寄せ合い二人で歩く。長瀬忠之、昭和歌謡、裕次郎を歌う。待ってました。さあ、長瀬忠之さん、そして奥様で女優の藤川真知子さんです。お願いいたします。はい、お願いいたします。お願いします。本日はラツアンマネージャーで、はい、また私の付き人で、私のまたお師匠さんでもあるものからちょっとお伝えしていただきます。ものから告知、はい、お願いします。5月5日から14日まで大阪新歌舞伎座で長瀬忠之初出演いたします。皆様どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしい、いよいよです。本日の歌は、はい、昭和33年の歌で、ロカビリ旋風、また裕次郎旋風というのがありまして、一番最初に嵐を呼ぶ男、裕次郎の歌が出たんですが、そこからあんまり、ヒットがありませんで、一般公募をして、作った歌で、上原健六先生の作曲による歌で、題は風速40メートルです。どうぞ聴いてください。なんだあれ、風速40メートル？ははははは。風が吹く吹く、やけに吹き上がると風に向かって進みたくなるのさ。俺は行くぜ、胸が鳴ってる。
負けないぜ。おい、風速40メートルが何だってんだ、ふざけんじゃねえよ。風が吹く吹く、やけに吹き上がると街に飛び出し、歌いたくなるのさ。俺は歌う、俺がうなると風もうなるよ、歌うよ、俺に負けずによ。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。土地、建物、マンション、お電話ください。かばってくれたおふくろは遠い遠い。くっちゃで楽しいひとときを過ごしてます。阪急池田駅徒歩2分、今日も行かなくっちゃ。なんか最近景気のいい話聞きたいなって思うんです。ですんで、うん、最近買った高価なもの、はい、トミちゃんあります。なんだろう。あります。なんだろう。大型テレビ。テレビってものすごい高いですよね、はい、高いです。そしてね、4ヶ月後にパタンと倒して修理したばっかりです、はい、保険効かなかって、うん、で修理していただいて元に戻ったという。さらにお金がかかっちゃった。ダブル豪華じゃない、豪豪華なテレビになりました。使ったのがすごい。ダブル豪華、はい、ダブル豪華、はい、でもやっぱりこう毎日の楽しみですよね、うん、そう今なんていうんですか、YouTube なるものもテレビで見れたりとか、なんとかフールとかなんとかかとかっていろんな番組があってね、本当にそういうのも全部楽しんじゃって、はい、そうです。楽しみます。あら、羨ましい。いいですね、はい、景気のいい話。そうね、うん、続いてのコーナーでも聞いてまいります。はい、変化ずっと仲間。はい、そうです。テーマは最近買った高価なもの。マリちゃん。はい、マリです。ちょっと考えたんですけど、うん、思い浮かばないんですけれども、はい、さっきちょっとつけまつげに凝ってました。はいはい、綺麗についてますよ今日はちゃんとまともになってると思うんですけど、うんうん、ちょっとお値段の張るつけま、はい、つけまつげを買いました。買いました、はい、いつもよりいっぱい伸びてますまさに伸びます。そうなんです。はい、ありがとうございます。今日張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。若松ちゃん。はい、高価なもんね、うん、人生に1回車が好きだったんでね、車買いましたね。おお、で、まあ、メーカーが会社なんですけどね、うん、クライスラー 300C っていうやつなんですよね。見ましたよ、すごい車。もう無理して買いましたね。だけど、ね、うん、だから今回それが後悔に残るっていうのは、税金がよく考えてみたら、もう税金がね来てるんでね。なるほど。もうやっぱり高いですね。かっこいい悩み。だけどね、一緒に一回いいの買いました。はい、聖子ちゃんは。はい、こんにちは、聖子。私高価なものは結構持ってるんですけど、カバンがね最近買った。はい、でも誰かこれ買ってほしい。指輪。指輪。誰か買って。欲しいなって。この場を借りて。いいな。じゃあみんなみんな。ありがとうございます。ありがとうございます。島さん。
高価なものね、うん、まあ高価不高価、大阪市内の高層マンションのカタログを買いました。高層マンションのカタログ、まあイメージ大事ですからね。ニーヒャンは、うーん、最近ね、うーんNHK の舞台用のレオナルドのワンピースがいました。NHK ホール、はい、そうです。どんな感じの夢をいっぱい買いました。ひら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 、はい。じゃあぜひね、皆さんに来ていただいて、見ていただかないとね。それもやし、この番組でも来てもらわなね。そうですね、ゆりの花です。とってもいいと思います。また来てね。ありがとうございます。それでは今週は、若松ちゃんと聖子ちゃん、そしてマリさんで、ハリマ、ミカさん、ミーヒャン、3曲続けてお聴きください。染まる摩天楼、夜の終わりが包んでいた。まるで影のようなマジックアワーの黄昏模様。お前と巡り会うために、あなたと巡り会うために、心の旅を続けてたわ。幸せの隠れ場所、東京、東京シルエット。恨んでも恋しくて
す。夜の曽根崎お城影、あなたに会いたい大阪かり。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。敬愛キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。られない石の巻。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。ゲストコーナーです。今週のお客様も道越優さんです。皆さんこんにちは、道越優です。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。先日はふるさとでのデビュー発表コンサート、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。結構こう昔からのファンの方たちなんかはもうやったみたいな。そうですね。私をあのおむつ替えてくれたおじさんも来てくださって。あらな、うん、これおじさんですか。おじさんですか。おじさんなんです。本当にね、ちっちゃい時から応援をしてくださってる皆様に応援に来ていただいて、はい、きっとご覧になった皆様方も心のお洗濯というか、ゆうさんの透明感のある歌声で癒されたんやろうなと思うんです。ありがとうございます。そうであったら嬉しいなと思ってます。はい、でも歌声もさることながら、あのこのジャケット、お衣装ですよね。はい、ありがとうございます。ものすごいおしゃれで、はい、実はですね、これ、うん、あのテチクから、あのテチクエンターテインメントさんからいただいたんですけども、あの菅原つづ子さん、月がとっても青いから歌われている、その菅原つづ子さんがテチクの後輩の皆様にどなたか来てくださいということでいただいたお衣装のたくさんある中から一着、私こちらをいただきまして、花は花とイメージがぴったりということで着させていただいております。すごい素敵。ありがとうございます。本当あの直しもしてなくって、もう何にもサイズもぴったりだったので、もう私シンデレラのような気持ちでいます。運命ですね。はい、すごい本当に嬉しい貴重なもの。本当に素敵やなと思って、このジャケットにも惹かれながら、はい、この CD 皆さんお買い求めくださいね。パカッと開けますと、はい、この中身のお写真が、はい、もう本当に曲のイメージそのものというか。ありがとうございます。これ本当の青空で、その日そうなんだ、すっすごい焼けるほどの快晴で、実はこの日焼けてしまったんですけども、それくらい本当に青空だったので、多分そんなになんかこう合成とかじゃないはずですよ、この空は。はい、もうすぐこの見た瞬間に、私、エチクさんも力入れてるなっていうのをすごい思ったんですよ。はい、うわ凝ってる、素晴らしいって。ありがとうございます。本当に評判良くて、この花は花、たくさん歌詞の中にも花が出てきますけど、はい、そうですね、はい、こう歌う時のこの歌い分けポイントみたいなのがあるんですか。そうですね、うん、あのまあ、曲の中で前半はもう語るように、喋るように歌っていただいて、うん、でサビ前、待っててくれたねっていう張るところ、ここがこの歌の一番気持ちいいところですので、カラオケファンの方はブワーって歌い張ると思います。そこからは力を抜くことなく、サビは避けなく、たってからはもう力強く、私は咲くんやでという感じで歌っていただければいいと思います。なるほど、はい、あの歌詞の中にこうなにわっていうのが出てくるんですけど、そうですね、
こんだけ爽やかに何話が響く歌っていうのもね、珍しいと思って。何話もね、漢字で書きますと二通りあるかと思うんですけども、波の花と書いての何話を、こちらはあの花は花を使わせていただいてますので、爽やかに何話の風はと歌っていただければ嬉しいなと思っております。いいですよね。もうこれからは本当にもう一面にもう日本中に花を咲かせていただきたいなと。はい、思っておりますので、ありがとうございます。頑張ります。で今回を機にまたこの番組、はい、ちょくちょく遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは今週のエンディングも道越優さん花は花をじっくりお聞きいただきながらお別れしたいと思います。なにわの町にこち吹けばあちらこちらにいい香り。今はつぼみの私でも花咲く明日が待っている。道越優さん花は花。春は終わりを告げるのに咲き損ねた桜草。夢は願えば叶うと信じてた私と同じと苦笑い。久しぶりのふるさとは不安だったけど笑顔ばかりが待っててくれたね。咲けなくたって花は花。花がなくても花は花。春はきっときっと咲く。咲けなくたって花は花。花がなくても花は花。ご覧の各社の提供でお送りしました。